俺悲しいよ。ということで、皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥモドゥモ、初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちはということでですね、今日の動画、超絶秘宝でございます。超絶秘宝でございます。先日動画で紹介をさせていただいた、ユニクロとエンジニアドガーメンツのコラボレーション、すごい、海外のページ、ホームページができたりとか、していてね、盛り上がって、僕の動画もおかげさまですごい再生をさせていただいて、反響の多かったコラボレーションなんですけれども、本日ですね、ウェブウォモ様、あのメンズウォモ雑誌のですね、ウェブ版があるんですけれども、そちらの方で、ある発表がございました。で、詳しくはね、ウェブウォモ様の記事を見てほしいんですけれども、まあちょっとここに貼るとね、天才になっちゃうので、あの概要欄の方に、貼らせていただきます。で、今回、ユニクロとエンジニアドガーメンツのコラボレーションは、国内販売なしということで、割とね、はっきりと書かれておりました。はい、ということでですね、すごいね、楽しみにしてた。まあ僕もすごい楽しみにしていて、まあ毎年 JW アンダーソンも別に買うもんないですし、GU とビューティフルピープルも、まあさすがにちょっと僕が着る洋服はないかなと思って、まあその一部、あの、望みをね、そのエンジニアドガーメンツのコラボレーションすごいかっこよかったので、そこにね、望みをかけていたんですけれども、ちょっと国内販売ない、というのがちょっと濃厚となっております。まあただ、まだ、ユニクロさんの公式発表がないというか、まあむしろもう発表ないまんま、そのまんま、時間過ぎ去るような気もするんですけれども、まあほとんどもう販売ないことが確定しております。はい。というのもまあ昨今の、いろんな日本の状況、まあ円安のところだったりだとか、物価高とか、まあそういうところももちろん影響して、まあ国内の、販路は、まあ、国内の販売はしないということで、決まったとは思うんですけれども、まあ、とはいえね、ユニクロ、まあ、山口県の創業というかね、日本の、ブランドではあるので、まあ、日本のそのお膝元での、販売がないっていうのはなんかちょっと悲しいというか、まあ、まあ、すごい悔しい、悲しい、みたいな、感じだと思います。はい。まあ、とはいえね、僕も、僕普段からユニクロばっかり別に洋服買ってるわけではないので、まあその分いろいろ、いいアウトもたくさんあるので、探そうと思うんですけれども、まあやっぱり、僕のチャンネルだと、もうやっぱザラしかねえなと。やっぱりね、俺たちにはザラがあるんだと、いうふうには思いたいとは思うんですけれども、ただすごい楽しみにしていたコラボレーションだったので、まあ、国内販売ないっていうのはすごい、まあ、悲しいことかなというふうには思っております。はい。皆さんもね、ぜひ、コメント欄に、考えとかありましたら、どしどしコメントいただければなと思っております。はい。で、まあ、もう一度、気になる方は、ウェブ、ウォモ様の、記事を見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、今日は、ユニクロエンジニアドガーメンツの国内販売が、ない可能性が非常に高いということで、動画にさせていただきました。ちょっと緊急で撮ったので、ちょっとね、見づらいところとか、お聞きづらいところあるかと思うんですけれども、よろしくお願いします。こんな感じで、またユニクロの最新情報とか、その他ザラ、まあザラ中心です、ではあるんですけれども、最新情報アップしておりますので、よろしければチャンネル登録と動画の評価よろしくお願いします。はい。またちょっとこういう話、進展、または急展開ありましたら、コミュニティや動画などでまたアップしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time.最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。See you next time.